こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、バルナックライカのですね、定番中の定番モデルですね、ライカ 3F ですね、のこちらのですね、このシンクロメモリが赤い刻印で描かれております。通称レッドダイヤルと言われるモデルですね。はい、シリアルが666984ですので、1953年のドイツ製ライカ 3F ということになっております。はい、ということで、外観から見ていきますね。はい、外観はですね、今回とても綺麗な状態と言っていいですね。ご覧いただいてますように、軍艦部にも目につくようなですね、すれ当たり、へこみとかですね、メッキの摩耗など、ほぼ全くと言っていいほど見当たりませんね。マウント部分も綺麗、こういうダイヤルの部分の、メッキの摩耗もなく、底蓋も綺麗ですね。細かいすれもほとんど見られずに、三脚の跡とか、落下してですね、当たった跡はもちろんありませんし、メッキの剥げて、金属が腐食した部分もありませんね。もちろんこう地面に置いてガリガリやったような跡も見受けられません。針側もこういった欠けたり剥がれたりしやすい部分もですね、しっかりとしておりまして、針側も 100% 綺麗でこう浮いてパキパキもしてませんし、しっかりと手に馴染んでおります。ということでですね、外観は備品といって全く差し支えないですね。はい、アイキャップも綺麗ですもんね。はい、割れてませんし、非常に綺麗な状態です。はい。ファインダーも見ていきますね。ファインダー、こうフロントから見ても、曇りカビ、バルサム切れ、ずり、ほこり、混入、全く見えません。接眼部から覗いてみても、この左側の、この窓が、フォーカシングファインダーですね。ピントアースのファインダーですね。二重像もくっきりはっきり見えておりまして、見にくかったりとかですね、縦ずれがあったりしてませんね。はい。ピント合わせに全くならないです。で、右側のこの、フレミングファインダーもすっきりと見えておりまして、曇りカビ、バルサム切れ、釣り方向に混入、両方ともないですね。ピント合わせ、構図合わせ、ともに、全く難のないファインダーです。はい。じゃあ続いてですね、シャッターをチェックしていきます。この上側のダイヤルが、高速側のダイヤル。このフロントのあるこのダイヤルが低速域のダイヤルになってますね。ということで、はい、低速の1分の1秒から見ていきます。はい、これ1分の1秒ですね。シャッター音なども聞いていただけていると思いますね。はい、はい、安定して1秒切れてます。続いて2分の1秒です。2分の1秒もはい、とても安定しています。続いて、次は5分の1秒ですね。はい。この通りですね、きっちりと可変して、低速のシャッターに、シャッターの粘り、膜の遅れなど、はい、見えないのがお分かりいただけます。はい。ではですね、上側のダイヤルに移りまして、100分の1秒を見ていきましょう。スナップなどではよくお使いになるスピードだと思います。これが100分の1秒ですね。これも、はい、しっかりとですね、元気よく、こう切れているのがお分かりいただけます。はい。で、この巻き上げとシャッターもですね、はい。この、重くなってガリガリしたりせずに、非常に軽く巻けてますし、この、シャッターボタンもですね、押した感触よく、戻りが悪かったりとかですね、しませんね。はい。感触の悪さなどは全く感じません。でもってですね、1/1000秒。こちらはですね、ちょっとチェックできないんですけれども、こちらもですね、きっちり空いてるのは確認できてますので、はい。で、そこから高速までですね、しっかりと動作は間違いなくしております。はい。はい、こんな感じで。はい。バルブもいいですね。はい。はい、こんな感じですね。はい。あとは、底蓋を外していきます。
底蓋を外してもですね、金属の腐食、錆、汚れなどないですね。ウィルもオリジナルがもちろん付属しております。はい、中身も大変綺麗です。底蓋もしっくりとこう閉まっておりまして、きつすぎたり、こう緩かったりしてませんね。付属品がこちらのフロントキャップ、ボディキャップですね。はい、こちら付属しております。でもってですね、本個体ですけれども、宇都宮のライカショップ、倉持様にて、オーバーホールを施していただいております。シャッター整備とか、ファインダーオーバーホールですね。シャッター幕とハーフミラー、交換していただいております。はい。ということで、全体的な、分解整備清掃ですね。オーバーホール済みのライカの定番モデルですね。バルナックライカの定番モデル、ライカ 3F のレッドダイヤルになっておりますね。はい。こちらはですね、この、セルフタイマーのつかないですね、シンプルなバージョンのモデルになっております。故障が少なくてこちらの方がですね、評判が良かったりもしますね。はい。ということで、はい。バルナックライカの 3F レッドダイヤルです。非常に調子が良く、備品の状態ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。